はい、皆さんこんにちは、しおです。よろしくお願いいたします。てことで、今期戦の動画2本目でございます。はい、1回目はね、初日で、まだほんと1時間2時間とかしかやってない状態で、動画を撮らせていただきまして、今期戦っていうのをまだ知らない方向けに動画を撮らせていただいたんですけれども、まだね、やっぱりね、そのコメントとかですごい、そのね、その軽嘘の時ってさ、軽嘘が経験値の、報酬だったから、軽嘘倒すごとにね、軽嘘倒していけば倒していくほど、そのランクが上がってね、スタミナが回復して、そのスタミナが回復するおかげでまた次の週の分のスタミナが確保できて、でそのスタミナ使い切る前にまた、次の軽さがある程度出てくるから、また次のランクが上がって経験値があって、今の俺の経験値の状態みたいな感じにね、いずれ9999とかなって、もう無限に周回できるみたいなものだったんだけど、今回の今期ツネって本週が今期なんで、なんで、軽嘘の時より少しハードルが高いのかなって個人的にも感じてて、でキャラのハードルもやっぱヤクモがいたりとか、テセウス、ルマル&コニールアルファだったりとか、ピンポイントのキャラがいないと高速周回っていうのもできないってことなので、結構踏み出してない人がすごい多いのかなっていう印象を受けたんですね。で今回、僕の趣味で趣味っていうか、まあ結構確率とか出したいタイプなんで、がっつり自分がやるときはね、はい、なんで、まあ、信頼を置ける友人と僕で、今回コンキツネっていうのがどういう感じでどれぐらいの確率で出てるのかっていうのを調べておこうと思ったんですね。でこの確率だったりどういう感じで出るのかなっていうのを知ってれば、まあこれぐらいスタミナ使ったら、じゃあこれぐらいの数値が取れるのかみたいなことも分かると思うので、それをねちょっとお話ししていこうかなと思います。はい、じゃあ、どれぐらいの確率かってところからまずいきましょうか。はい、私こちらのアプリ使っておりまして、まあなんかカウンターみたいな感じでストアで検索したら出てきたんで、これを使ってるんですけど、前のスマホでもねこれに似たようなカウンターを使って、その EX 周回の時とかにね、やったりしたんだけど、今回はキツネを数えましたと。はい、で合計僕だけで言うと132周しかしないんですよ。これ多分ねもう余裕で200超えてると思うんですよね、普通の人だったら。まあライブが俺1時間ね、はるちゃんのクエストに食い込んだりとか、ストック忘れたとか、まあ初日ちょっと動画用にねいろんな構成試してたっていうのもあったりとか、あとは、タイムシフトもね、いろんな構成を考えながら使いながらいろいろ試して楽しみながら、やったりしたので、少しちょっと周回数が少ないと思うんですけれども、それゆえにですね、まあガチでやってるっていう友人と一緒に、周回を重ねてまいりました。はい、で友人が、まあ、友人もね一応仕事してる方なんで、そんなにがっつりはできてないみたいで、89周してきて、2人で221周したという状況になっております。まず俺の方の結果がこれ。はい、キツネが合計で64回出て、リタイア、まあキツネが出ないでリタイアした回数っていうのが68回でございました。まあここから見るに、だいたいキツネが出る確率は 50% から 49% ぐらいですね。だから半分ぐらいの確率で俺キツネは出てましたね。はい、なんでスタミナ50を払ったら、まあ 50% ぐらいの確率でキツネの出現が確認できるんじゃないかなと思うんですよね。根気を集めたくてスタミナどうしようかなって悩んでる人でも結構踏み出せる確率になってるんですよね。ただ分母が132っていうめちゃくちゃ少ない周回数になってるので、友人のちょっと89周ってのを足してみましょう。はい、ということで、友人の89周を足してまいりました。友達、僕の友人、モンスやってる友人が、実況者とかではないんですけど、普通にリアルの友達なんですけれども、3体出現が27回、2体出現が、21回で、リタイアした数が41回、めちゃくちゃ上振れてキツネ出てるんですよね。 50% をはるかにオーバーしてまして、僕の時は42、22、68って言って、そもそもキツネが3体出たよっていうのがめちゃくちゃ少なかったんですよ。うん、なんですけど俺の友達はね、3体出現と2体出現に6回分の差しかないんですよね、89周してね。だからキツネと確率とかもそこまで本当は大差ないけど、俺が超下振れてる可能性がありますね。初日でやった感じ、キツネ3体マジ出ねえなと思ったんですけど、俺の友人その LINE とかでね話聞く感じ、キツネさんと別に出ないって感じはしなかったけどって言ったんで、俺がただ周回数少なくて下振れただけかもしれないですね。で2人の合算するとこの結果、69の43、109なんで、これ超えてますよね。キツネ出てる方が超えてる。うん、さっきまではリタイアの回数の方が多かったんですけど、2人の合わせて220周までいくとキツネが出てることの方が多いですね。はい、じゃあ確率の話をしましょう。この合計の数値計算してきてます。はい、キツネが出る確率 51% で、キツネが出ないでリタイアした時 49%。 これ今回 50% で設定されてないですか。いや、さすがにね221周じゃ上振れてるかもしんないってわかるかもしんないんだけど、いやでもさ、大
生の確率は収束して出てきてるはずじゃないですか。半分出てるんですよ。で俺も友人ももうほんとぴったり半分ぐらいなんですね。132周した俺と89周した友達が両方ともトントンぐらいだったんで、これ多分今回 50% で設定されてる気しますね。 50% で根気がゲットできる敵が出てくるってガチモンの破格クエストなんですよ。いやちょっとびっくりしましたね。俺 30% ぐらいで落ち着くかなと思ったんですよね。だからケイウサも体感 30-40% かなっていう風に周回したんで、まあケイウサがね、俺過去に調べたことないんで出てくる確率っていうのがね、他の人の数値とかで見たんですけど、これ自分でやってないんでそれも確定とは言いづらいし、まあ信用してるあれね、あのフォロワーさんなんで多分合ってるとは思うんだけど、まあ自分でやったことっていうのしか動画で喋れないから、まあ自分でやったことで言うとケイウサはやったことがないんで、ケイウサの確率ってのはどれぐらいか分かんないけど、ケイウサと同じかもしくはそれ以上には出てると思う。うん、体感ねもう200周、まあ、130周僕自身してる中でケイウサよりなんか出やすく感じる。で感じるっていうのは確定要素じゃないんですけど、数字で見てもそうなってるから、これ 50% 設定な気しますね。うん、じゃあキツネが3体出現して倒す時、今期3000ゲットの時とキツネが2体出現して今期2000ゲットの時の差を見てみます。51% の方ですね。キツネが出現する 51% って方の内訳、2体出現が 61.6%、まあ、6割の可能性で2体出現で、3体出現が 39.4%、まあ、約4割の確率で、キツネ2体です、あ3体で出現って感じですね。なんでキツネが出るっていうのは、まあ、半分以上の確率で出るんですけれども、比率で言うとキツネ2体で出る方が比率は高かったっていう結果に落ち着きましたね。ただね、ここの比率に関してはその 50% 引いてキツネが出るって判定を受けてから2体出るか3体出るかってとこなんで、さらにね、試行回数が少ないんですよね。言えばだからキツネだけの話をするなら100回ぐらい分しかサンプルがないんで、これはね俺が下振れすぎてる気する。うん、正直キツネ2と3体と2体って大きい差はないと思うんで、わざわざそこだけね 35% とかにする、まあ、可能性はあるっちゃあるっすけど、俺の友人も一応ね2体の出現の方が多いから、これは逆にちょっとみんなの意見も知りたいですね。その数値とか取ってる人とか特にねコメントで書いてほしいんですけど、俺とその友人でやった感じだとキツネ3体の方が確率は低くなった。ただこれはサンプルが低ないんで、低いんで、あ少ないから、そんなに確定とも言わない方がいいんじゃないかなと思いましたね。うん、なんで、まあ、これはすごい、まあ、数値としてこういう風に出ましたと。まあ、先週とかした時にまたツイッターとかに貼ってみようかなとは思ってるんですけれども、現段階で、まあ、早い段階で言っとかないとね、うん、これからもう残り本当に数どん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 縮まってるんで、やるやらないの判断ができないと思ったんで、まあ、前の動画でねそのやるかやらないかって判断がねまだねできてない人が結構コメント欄にいたんで、まあ、こういう結果で、まあ、今のところやるとこれぐらいの得がありますよっていうのをお話した感じですね。はい、じゃあ今期がどれぐらい集まったかってお話しします。キツネ42回っていうのが、2体出現だから84,000ここで取ってて、22回3体出現してて66,000取ってるんで、そうですね15万ぐらいですね。15万ぐらい溜まってるって感じだね。うん、いやだから相当よ、めちゃくちゃ溜まってると思う。だからうん、やばいっすよこれ。15周だろ、あ、じゃあ15万だろ、約15万130周で約15万っすよ。これめちゃくちゃっすよ、相当効率いいと思いますね。うん、だってこれまだ、乗り越えたのが初回来た時の3時間降臨のところの、1時間半ぐらいしか俺周回しないでしょ。でその日の夜に来たやつっていうのも2時間しか周回してない、それプラス2降臨分のストックが多分、あ2個しかやってないかな、ストック2個やって、で初日の夜に降臨した分のタイムシフトってのは俺まだやってない。ただ昼のタイムシフトっていうやつの1時間はフルで周回したって感じですね。その段階で今これなんで、だからもうこれ要はデイ1だけみたいなもんでしょ実質。デイ1だけで15万溜まってるんよ。これ1週間やってみんよ、100万ぐらい溜まるさ、マジで。いやこれえぐいと思いますね、本当に。このフル周回ができるならっていう話ですけど、うん、なんで確率はそんな感じでした。で一回こういう前例が出ちゃえば今期ですねっていうのは今後も来ると思うんで、うん、多分まあそこでも取れるんじゃないかなとは思うんですよね。はいはい、ってな感じでございました。でまだタイムシフト一回やってないので、今どういう構成で最終的に着地して周回しているのかっていうお話をしようかなと思います。まああのポク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 が来てくれたおかげで貫通タイプが入れれるようになったのでめちゃくちゃ幅が広がったんですよね。ただ俺あのジャック・ザ・リッパーのラウンドバーストっていうのが、まあ、一番最初にあの自分でね作った構成でめちゃくちゃ気に入ったんですよ。あれがやっぱ楽しくて、ラウンドバーストくるかって
バーン爆発して誘発してプヨ倒すみたいなので、あの1マップ目の一手抜けが好きすぎて、あれを軸に考えました。はい、でその構成を今からやっていこうかなと思います。はい、ということで、やっていく構成こちらでございます。はい、こんな構成。はい、じゃあまず1体目からちゃんと紹介していこうか。まずこちら、はい、ベネットアルファですね。はい、ベネットアルファが、これはね、できれば平明が欲しいって感じ。平明、あと照明、照明も欲しい、平章が欲しくてって感じでこれ入れてます。で役割としては、初手の時に超スピード型で上側右上に止めたいんだけど、その右上に止めるっていうののスピードが一番ちょうど良かったんですよね。で他のやつにも同撃速とかついちゃったとしても妖精なんでその恩恵を受けないんで、スピードっていうのがそこまで大きく変わらないっていうキャラでつけてますね。はい、まあ、超スピードかつスピードモード、あと爆発っていうのもたまに使うシーンがあるんだけど、それの条件を満たしてかつアンチブロックで、一番大事なのがこれ防御弾ブラスト。はい、これのために、このベネットアルファっていうのを、今回採用しております。はい、で次ヤクモ。はい、ヤクモはね、これ代用いないです。あ、ちなみに初手はこれね、ちょっとね、俺紋章稼ぐために周回してるのに紋章バチバチ入れ替えてやってたんですよ。あれ俺何してるんだろうってなって、いや、マロとかに紋章つければもしかしたら火のプヨが結局ワンパンできればいいんで、ワンパン乗るのかなとは思ってるんですけど、ちょっと試せてないってところですね。で、あと代用できそうなところで言うと、アナスタシアはね、スピード足んなかった、で、パックは試してない、パックを超スピード型にするのが嫌すぎて、試してないですね。はい、多分パックできんじゃないかな。あいつダッシュ持ってましたよね。でこいつのスピードモードについてこれればいいから、でも多分ね、このスピード500はいってないと思うんですよね。パックも450とかあったと思うんで、多分足んないんじゃないかなと思うんですけど、多分ね。はい、じゃあ次、代用はまあその辺の話で、役も、はい、役も代用いないです。これ無理っす。この代用は絶対にできない、もうこれは無理。俺のこの構成別に真似しろっていうわけじゃないんですけども、一応代用の話とかもしとくと、これはいないですね。はい、なので 4P に置くとかはありかもしれないけど、で平面 EL 遊撃 EL 照明 L っていう方の役もを使っていますと。で、SS をね打つ構成、本当はこれ役も3番手で、役も即殺で、あ、じゃあ4番手だ、4番手役もで SS を打つっていう構成を最初俺やってたんですよね。けどなんか SS を毎回打つのがちょっとめんどくさくなっちゃって、でいろいろ考えたら役もが2番になったって感じですね。はい、で役もはこんな感じ。欲しいのは対比対着、とあと遊撃かな。遊撃はね、俺途中まで L でやってたんだけど、 L でもいけたから EL にする必要はないんじゃないかなと思いますね。で平面も EL の必要はないです、 L でいい。はい、で次、はい、戦法感覚。はい、これはね、俺途中まで、福島を 3P に置いてたんですけど、福島ね、バレットがね、バレットだったっけ、スナイプマシンガンだったかどっちか忘れたけど、友情がね強すぎる。あの友情強すぎて、ベネットアルファを初手に置いて爆発を誘発しちゃうと、ルミナスレイが発動する前に、バレットが倒しちゃうことがすごいあったんですよね。だから島左近が引けたら結構ね、またやりやすいかなと思ったんですけど、冷静に考えたら島左近も友情めっちゃ強いんで、多分ねボスやっちゃったりする事故が増えると思うんですよね。なんで極力弱いやつにしようって言ってこいつになりました。はい、でこいつにしてからまだ、あ、これいいね、ちょうど使用回数あるんで62回しかやってないね。うん、ただまあこいつの方が安定はしそう。うん、倒しちゃうときは倒すんだけど、ただ 3P の打ち方がちょっとむずくなるんだよね。はい、で次、ジャック・ザ・リッパー。はい、これはね厳選の必要ないです。遊撃も同撃速も同撃もいらない。はい、ただその代わり、対比ぐらいは欲しい。うん、過激をガチガチに持ってるか対比が1本あったりすると、ボス戦の足りないっていう事故を1個防げるんじゃないかなと思いますね。逆にこの 1P にもっと火力があるやつがいるとか、あとは 3P がガチャ剣でちょっと強いやつがいるって言ったら、ジャック・ザ・リッパーは逆に紋章とかつけないで弱ければ弱いほどいい、裸の方がいいと思う。ただ必須なのは超スピード、って感じですね。この構成別にそのままやれって言ってもハード高すぎるんで、キャラも身も紋章もめっちゃハードルが高いんで、別に真似しろっていうわけじゃないです。ただこういうのでやってるよっていうのの最終結論でやらせていただこうかなと思います。手順ございます。でね、目印とかもね、俺あんま好きじゃないんでね、大体でやってます。でこの構成いいところ大体でいけるマジで。しかも大体で結構安定してる、それがクソいい。はい、でまず初手ベネットアルファ最高、めっちゃ高い位置っていうのを引かない限り、目印はこの右側のブロックのこの真ん中、はい、これぐらいですね。そうすると超スピ発動してこの右上に止まるって感じですね。はい、で、爆発でラウンドバースト、一番最初に紹介した時もそうだったんですけど、このラウンドバーストってのがベネットアルファの動きでどんどん広がってって、最終的にこの薬も友情で発動してくれるんですよね。
でこの薬も発動してくれるおかげで、あの防御ダウン後に全敵落雷が入るって感じだから、この火属性のプヨを倒すと木属性が防御ダウンするんだけど、1体倒すと1体木属性のプヨが防御ダウンするんだよね。だからその使用上、最初の初手もうあの動きしかできないんですよ。うん、あの動きをすると最速で火のプヨを倒して、その後ジャック・ザ・リッパーでラウンドバースト発動して誘発してうーってなってドンなんで、このくる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 ドンの間に赤プヨの防御ダウンの判定が木に入るって感じだね。それで初手を抜けてる感じで、次2手目、このレンガのところですね。このレンガのところに矢印を沿わせる、これで OK で、これでゲージ発する。そうすると上に1個とこの下側に1個っていうところについて、ギリギリ横と縦っていうので取ってくれるんですよね。これ弱点どこでも OK です。はい、でこれ、あ、これはもうちょっとねカットされちゃったんで、もしこれ次のマップっていうのが来たら打ち方こうで、はい、これです。これもしくは、位置によって変わるんですけど、これね、ジャック・ザ・リッパーと薬毛を拾えば核で抜けれます。薬毛を拾う場合はここにホミキューの雑魚がいるんだけど、本当はねホミング吸収の雑魚を殴って薬毛当たって角打ちで帰ってきて、ホーミング吸収もう一回当たってボスの下にシュッてつく。そうするとルミナスレイが1本配置できるんで、そのルミナスレイで倒せるって感じですね。はい、なんでそのままそっちの方のやつを見せたかったんだけど、まあまあいっか、はい、じゃあこの場合はもう出てるんで、はい、失礼します。これをねちょっとやっとかないと忘れちゃうんでね。はい、でこんな感じですね。で、ここからです。で、ここが大事なのがですね、弱点次第にはなってくるんだけど、はい。で、ここ、あ、この弱点だったら OK。で、これ左側弱点があるんだ。で、この、構成、そういうめんどくさいを省いてる構成なんで、これ、仮に左弱引いた場合は、ここ横からします。はい。なんでかっていうと、ここで無理に、左弱点ってなった時に、つけに行くと、ワンパンできないことがあったりするんですよね。ワンパンできないぐらいだったらもう一手遅らせて、で基本的にこの状況になると、このベネットアルファと薬物が重なってるか、もしくは近くにいるっていう状況があるんで、その次の、ベネットアルファでどっかの弱点どこ来ても大丈夫ですね。下と右に来たらただ縦勘でルミナスレイつける、左側に来たらゲージ入れても抜いてもいいから、もう横でルミナスレイつけるって対応します。で仮にこのジャックのターンで下側右側ってついたら普通に攻めて OK です。付け方はこんな感じ。まあこれ心配だったらあれ使った方がいいですね、本体これですね。で2800万で、これ右弱の時とか下弱の時ってそのちょっと心配になったりすることが多いじゃないですか。でもこのジャックでとどめさすって時はフォンフォン使っちゃダメで、フォンフォン使うと死にます。はい、その代わり2本でこと足りるんですよ。2本弱点に当てても結構足りないっていう人結構多いと思うんですよね。薬もギリギリ足りないみたいな、それをこのベネットアルファの防御弾ブラストで補っているって構成ですね。なんでこの防御弾ブラストっていうのが刺さってるとこなんだよね。で注意した方がいいのが、これベネットアルファが紋章ついてたり、まあ多分いないとは思うんですけど、遊撃とかついてたりすると多分倒しきっちゃうんですよね。はい、だそれだけ気をつけた方がいいかなと思いますね。でジャックも今ギリギリ危なかったでしょ。だから本当はこれ過激取りたいんですよね。だからちょっと紋章を外そうかなとも思ってる。うん、で必要あった方が足りないって事故が少ないんだけど、結局オーバーキルの時の方が多いから、まあ外してもいいかなとちょっと個人的に思ってるですね。でこれ今ねもうね、この千歩くぽくぽくにしてから60周ぐらいかやってるっすけど、ワンパンミスっていうのはねほとんどない。うん、最初の目印っていうのをつけるまでちょっとめんどくさかった時はあったけど、ほとんどワンパンミスみたいなのがないんですよね。だからこれなら別にいいかなっていう、まあ、目印っていうのも雑につけてバーってやってるだけだし、技術介入で難しいショットっていうのも一個もないし、うん、でもうベネットアルファと薬毛が近いっていうのがあってくれるおかげで、ほとんどねあそこで際どいムーブっていうのを求められることがないっていうのでね、うん、このうちからすると右側にね、右上に2体絶対止まるっていうのがすごい好きでやってますね。でジャック・ザ・リッパーの誘発も使って面白いんで、うん、やってますね。はい、ってな感じかな。うん、いやーこれで落ち着くかな。うん、多分これで落ち着くと思います。ただこのポクポクが使用回数の乗り嫌なんですよ、こいつが。うん、いやマジで嫌ですね、こいつが使用回数に乗るの嫌なんで、使用回数に乗りそうになったら多分違うキャラにしてやると思いますね。福島とかにして変えると思いますね。だから乗るところまではちょっと行こうかなっていう感じしますね。うん、なんで1000回行きそうになったらこいつを外すと思います。はい、まあなんでね、
まあ、最初の動画でも言いましたけれども、あの別に最速でやる必要はないと思うので、まあ、ただね、あのどんなパーティーでやってますかっていうのがね、初日からすっげえよのリプが来てるんですよね。もともと俺こういう構成を考えるのが得意なタイプではないので、スタジアムとかは別で、うん、なんで、まあ、結構自分の好きなのを軸にしちゃう癖があるんですよね。今回で言うとジャック・ザ・リッパーの誘発が好きみたいなね、うん、だから多分ジャック・ザ・リッパーとかね、ほとんど使ってる人いないんじゃないかな、うん、あの結構もうやっぱみんなあれですね、役も役もで本当やってる人が多いんで、ジャック多分ラウンドバーストの演出が長いから、そのガチ勢の人に嫌われるのかもしれないですね、うん、なんであんまりジャック・ザ・リッパーっていうのは見かけないですけど、まあ一応できるよってことで別にジャックが最適ではないですけど、ぜひぜひ試してみていただければなと思います。うん、で今回マジででも役者がいないと本当に多分習慣のやる気起きないと思うんですけど、でも変わっても本当に1分以内の時差なんでね、周回1周にあたりね、うん、それ以上の報酬が待ってるんでね、ちょっとやってみてもいいのかなとは思いましたね。あとね、コメントで1個来てたんだけど、俺騙されてましたね、うん、いや俺ら騙されてるよ、うん、俺らさ、この根気勢が来たーウェーってやってるじゃないですか、うん、で、むちゃくちゃ冷静なコメントが1個あって、こんなイベントやるなら1日の上限撤廃すればいいのに。間違いないねすこぶる間違いないですね、うん、1500上限っていうのをちょっと伸ばすだけでも多分相当楽にはなると思いますしね。あとは面白いなと思ったコメントは、スコア稼ぎみたいな感じで根気稼ぎっていうのがあったりしたら面白いよねっていうね、こういう敵が増えてくるなら、そういうのも面白いよねっていうのは、あ、それはあるねとは思いましたね、うん、とか、まあ、今防ぐ、なんか増やすっていうよりは、なんかスコア稼ぎの身にもうなんかね、スコア根気稼ぎみたいな、もうみんな名前変えて、もうなんかの身に効果付随すればいいんじゃないっていう。だから荒稼ぎの効果にさ、根気稼ぎの効果もつくみたいな。で、荒稼ぎ今神殿超で辛いじゃないですか。だからその最後まで追わないとゲットできないけど、効果にゴールドと根気の稼ぐ、倍率が変わるみたいなね。そういうのがあったら、まあ確かに面白いなとは思いましたね。まあどっかで一回フィーバーさせてもいいと思うんだよね、結局。だから紋章ゲーって言われちゃってるってとこもあるから、うん、紋章ってのはもうみんな等しく使えるもんにしてあげてもいいと思うんだよね。ただまあ運極頑張って作った人の価値が下がっちゃうっていうのは俺も同意なんで、まあそこはちょっと難しいところかなとは思ってるんですけど、今後もね、これ以上に根気が緩和されていくことを願っています。はい、ってことで、まあすいませんね、連日今期戦興味ない方はね、つまんない動画になっちゃってるかもしれないんですけれども、まあ今、一番ね盛り上がってるところで、僕自身もやっているところなんで、こういう動画出させていただきました。おそらく今期戦の動画はこれで終わりになると思いますので、またね後日からはいろいろ動画があると思いますので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。ということで皆様、本日もご視聴ありがとうございました。よかったら最後にチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。